今ツイッチバロ十九万人、1 9万人 Apex8.3 万人うええいやっていうかさバロランドって今日本の人気がやばいんでしょ日本のファンが結構多いのに日本があんまり強くないって言われてんのがすごい悲しいよなあなんでなのまあ、うんユーザー数が多いってことはその分だけ絶対、あのー、レベルも高くなるはずなんだけどね やっぱ FPS のなんかその歴史が短いのか,のか短いのかもしんないね日本はこれからかエイペックスもなんか日本だけ人気へえいやでも俺思うんだけどさいや俺今回のさなんかさそのポーランドにさ今絶対に ゼータディビジョンがってたりとかするじゃんそういうのバンバンやっていいと思うんだけど海外の方がレベル高いんだったら海外に積極的に行ってその戦術まあコミュニケーション取れないかもしれないけど戦えば大体わかるからそういうのやったりとかあと日本国内でもっとあのスクリームをもっといっぱいやるとかそっちの方がレベルが上がりやすい気がするんだけどダメなのかな そんなに仲良くないのチーム同士スクリームとかってそんな積極的にやられてなかったりとかすんのあやってるいやなんか日本国内同士やんないやっていいと思うんだけど俺やっぱ国内での大会の結果を重視しちゃうからこそ国内じゃやれないのかなかなか。 よく知らないのにこうしゃくたりいやまあでもここら,ここら辺ってさ格ゲーも一緒でさやっぱりその普段の大会で当たる相手ってさまあふ練習する相手なのよ。だから結局その一人一人がさそのネタ隠したりとかバレたくないからっていう理由でやんなかった時ってすごいレベル下がってたの。 確かにネタで勝てたりとかするんだけどだから世界的に見てあんまりレベルが高くなくはなってたんだけどただやっぱ日本がすごいやっぱレベル高くなったなっていうのはその日本国内同士で積極的に対戦するようになってからだね情報交換するようになったりとかうんだと思うから、まあ、それはどのゲームもどの世界も一緒なんじゃないかなって思うんだよだからもうなんつうのかな国内大会はどこが抜けたとしてもまあ その時々の運でみたいな <laughs> でも世界に出た時にちゃんと活躍してくれるっていう。んってなるんじゃないかまあでもその中で才能あるもの,あの素質素質っていうかまあその力のある者同士,同士が集まったチームっていうのがその勝つのかもしんないけどうんだから俺 VS 世界を見ると結構違うんじゃないかなって思っちゃうんだけどね。 ダメなんかなかまあこれはまあ俺もそんなにその FPS の業界知らないから何とも言えないけどで、実際そのどういう風に今練習してんのかスクリーム組んでんのかわかんないけどその、もしその国内で勝ちたいからって ちょっとなんか隠しながらやってたりとかそういうふうにやるのであれば全力出して日本国内同士でやった方が世界には勝ちやすいんじゃないかなって俺は思ってる分かんない格ゲーと FPS を一緒にはできないんだけど格ゲーはそうだっただから俺がもし魚群のバロ部門の人とやることがあるのであの会話することがあるのであれば有名チームとバンバンやんなさいっていう日本の積極的に。 って俺は言ううと思う魚群のやつらにはね言いやすいからまあ魚群とスクリーム組んでくれるかちょっと分かんねえけど正直言ってでもそこはコミュニケーション能力が重要なんじゃない <laughs> そこはコミュニケーション能力がそのコーチの俺は韓国が、まあ、なんでその PC ゲーム強いのかっていうと俺は PC 版の存在がすごくでかいと思ってんのよ LOL とか特にその国内でもうめちゃめちゃ争っててそもそもすんげえレベルが上がった状態でしかもコミュニケーションをめちゃめちゃ取ってて情報交換もすげえしているっていうで国内でバチバチやってるからそのレベルが高くなってんじゃないかなって俺は思ってんだわその韓国の,その国民性がとかそういう才能がとかじゃなくて単純にそういう環境じゃないかな日本が格闘ゲーム強いのもそういう理由だもんだって 日本国内でゲームセンターがあったから強かったんだもん絶対そうと思うよ日本国内ゲーなんか日,本日本人の格ゲーが強いのはあのゲームセンターあったからだと思うよだからお金なくてもさ PC 版めっちゃ安いらしいから PC 版に一生通って子供の頃からやるとか子供の頃からいろんな情報を得てみたいな うん、だからそのコミュニティっていうのが俺はすごく大事だと思ってんだけどね俺は PC 版の存在がめちゃめちゃでかいんじゃないかなって勝手に思ってるけどねその韓国が強いのは1時間100円とか50円とからしいよめちゃくちゃ安くない <laughs> めっちゃ安いよねそれでハイスペック PC でさ ゲームゲできてさめちゃくちゃ安いよなだ俺は韓国強いのは俺はそういう理由だと思ってる真面目にそうな国民性だとかお国柄だとかその韓国が優れている部分とか人間的に とかそんなんはなくて PC 版の存在がに韓国を強くしてるんじゃないかなって思うわ真面目にまあ徴兵のプレッシャーはあるかもしんない <laughs> 正直 <laughs> まあそれはあるかもしんないね徴兵される前に全力でやんないとっつって <laughs> それはあるかもしんない分かんないけど 韓国強いけど金ないからみんな日本のチーあのね韓国は LOL のチームは結構お金出すらしいんだけど正直バロラントはそんなに流行ってるわけじゃないらしいからお金が出なくてだからソルダムさんとかそういう人たちは結構その韓国でうまかった人は日本のチームに入ったりとかするよね。てか日本のチームは結構まあお金出してると思うから。 プレイジーラ君は待遇いいでしょうきっとまあその分プレッシャーもやばそうだけどね大変だと思うまあ俺はそんなやっぱ詳しくないからあんまりでかいことっていうか分かったような口聞けないけどやっぱ強いチームは強いチームでプレッシャーがあるよ韓国でバロバロ流やってないのは韓国の PC 版でできないからへえできないの できないとかあるんだデップ RC の頃年俸1000万だったらしいけどぜゼゼタもっと多い年俸1000万ってすげえなーなんかエラーっていうかセキュリティの問題でできないへえアンチシートシステムあそういうのあんだへえ チート扱いされるんだそのお店からやるとでも俺はね魚群のバロ部門の子たちと話したいんだよな監督になりてえ <laughs> あのゲームのことはよく分かんねえけどバロのことはよく分かんねえけどこういうふうにやったら上手くなるんちゃうのっつってアイアンの方が いや違うんだってあのどうやったら強くなれるのかって多分どのジャンルも一緒なのよだから魚群のバルム,バルバルムモ門で俺が言いたいことがあるとすれば一生スクリムやんなっていう強い人たちと あの一緒にパーティー行くんでやんなーみたいなお願いしたりとかして練習相手どうですかっつってやってるしいややってないと思うあのなんでかっていうとその格ゲーとかもそうなんだけどそのあまり知名度のない選手あんまりその実力のない選手っていうのは自分から誘えないんだ基本的に。 恐れ多いっっって思っちゃったりとかまずつてがなかかったりとかすな、うん、やってもらえないかもしれないって思うからまず声かけないの絶対まず声かけないんだどうせダメだろうなって思ってるからそこを私の知名度で俺か 俺が DM 送る <laughs> それだったらよくないそれだったらなんか受けてもらえそうじゃない <laughs> 俺が仲介役だったらよくないそれ断られたら配信で言うだろういや言わない言わな、ね、いそれは言わないそれ絶対言わないけどそれは失礼じゃん 断られたことは言わない基本的にやっぱその配信では何でも言っていいっていわけじゃなくってやっぱその相手に失礼になることはさすがに言っちゃいけなくって相手がどういう事情があるか分かんないから断ったことがだからまあ一応断られたんだよねっていうことは別に言わないけど ねそうだったら面白そうじゃないでも魚群のまだその知名度のない実力しかない選手とかが頼むよりは受けてもらえそうじゃないまだ現実的じゃないああるかもなって思わない ね、それだったらまだ可能性的にいやまあ,あの試合の内容のことは俺何も言えない正直言ってそれはコーチが勝手にやってって感じわかんねえから <laughs> 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 俺が口出すことじゃないだろだってなん,でなんでこんなアイアンとかブロンズあたりにいるやつに口出されなきゃいけないんだよしかもそれを聞かざるを得ない現実ってきつくない プ選手にとって <laughs> 孫さんへの報酬は何でしょういやまあ特にないかなまあ俺は別に魚群のためにやりたいだけ,だなだけであってなんか別に見返りは求めてるわけじゃないかないやそれはまあ実際に面白いかなと思って <laughs> うん それで魚群が強くなったらあ俺のおかげですねわしが育てたって言えるじゃん、まあ、それが見返りじゃない <laughs> うざくねえだろまずうざくねえだろだって実際そうなんだもんうざくねえじゃんじゃあやんなきゃいいの あ,あそれでだるいとかうざいとか思われるんだったらやんねえわ。あやあじゃあやんない。じゃあやんない。<laughs> じゃあやんない <laughs>